小倉かとしそうか、いよいよその時を迎えます。さあどちら、押してるぞ、押してるぞ、白川さんどんな入り見てますか。押してるぞ、いけいけ、いきなりバチバチな展開ですね。いいですね、ブレーキングでドリームつかみに行ってますね。全く到着しません。トシゾーも気持ちの強さ伝わってきます。イルハイも入れる、もらっている、前に出た。いや最初から行きますね、来ましたね、大沢さん。いやすごいですね。ミクルさんはここまでどうご覧になってますか。いや、いい勝負ですね。30秒経過、さあ、あっという間30秒切りました。小倉選手、ひざいですね。どちら両者右を打った、相手が左、危ない。いや、歳三も白川さん、パワーはありそうですね。いいパンチが入りましたね、今。押してる、押してる、右の入りはガードしている。さあ、残り時間は少なくなってきました。早いオープニングマッチ、残り10秒、勝利と何者どちらか。飛び込んでいく、歳三取り出した、ガードさん、ついた、取ったか、取ったか、ここでゴングが鳴り響きました。最後は今のが1つ取りました。あと少しやったな。1試合目からバチバチですね。レベル高いですか、もしかして。いや、面白い試合目から。いきなりバーン行けたよ。楽やすいな。まだやってますね。歳三思ったより強いですね。さあ、まもなく判定締め切りという形になります。ジャッジメントの皆さんもよろしくお願いいたします。小比類巻さんはいかがでした。いや、あの気持ちは今俺が勝ってるって言ってるんですけども、ええ、最後の方ちょっとねダウンっぽかったですよね、パンチが。そうですよね、ふらつきましたよね。最後ダウンだったかどうかですよね。さあ、ジャッジメントの皆さん判定をよろしくお願いいたします。今回は視聴者の皆さんもジャッジメント機能がついております。左当たった後全く膠着しなかったという両者。これ左のフック、ショートフックですかね、ちょっとふらついたように見えました。ただ負けちょ最後前に出てきました。まあ、ミクさん、これどう見るかですね。そうですね、これはダウンっぽかったですね。さあ、運命の瞬間、判定が出ます。視聴者の皆さんを含めて5人のジャッジメントによる判定が出ます。今大会です。アリシャンさん、取れますか。先ほど60秒間、はい、感想を教えてください。いや、面白い試合でしたね、はい、まさかこんなに歳三さん強いと思わなくて、はい、いや、面白かったです。さあ、はい、集計結果出ましたでしょうか。判定の時です。お願い。ただいまの判定の結果を発表いたします。お願いします。本当にジャッジ朝倉、赤小倉、まずは小倉になります。ジャッジ白川、赤小倉、これも小倉幸宏。大沢さん、ジャッジ大沢、頼みます。赤小倉、これも赤小倉。視聴者ジャッジ小比類巻、小比類ダメってさっき言われた。赤小倉、これも赤小倉でした。ジャッジオーディエンス、オーディエンス怖い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 、赤小倉。以上5対0をもちまして、視聴者赤小倉幸宏選手です。フレッドコーナー幸宏、勝利を取らせてもらって答えで小倉幸宏でした。見事勝利をいたしました小倉選手には、喧嘩道様より